はい、こんにちは、たくまんです。今回の動画はこのフォートナイトの世界の地下から現れた謎の巨大な手が持っているパンドラの箱、このパンドラの箱に描かれた4人のね人物、そしてパンドラの箱の中心部にあるゼロポイントのようなものが光っていて、そこに8個の星座が映し出されていました。これによりチャプター5シーズン2のバトルパススキンたちがだいぶ分かってきましたので、それについての紹介と考察になります。一人ずつ見ていきましょう。はい、まず一番左側に映ってる人物、これがね多分軍神アレスっていう神様。実はねギリシャ神話において軍神、まあ戦いの神って言われる神様は2人いて、軍神アレス、そしてもう一人はアテナっていうね、2人のまあ男と女の戦いの神様、戦争の神様がいます。実はこの2人はどちらも軍神と呼ばれてるんですけど、結構ね仲が悪い感じで、男のアレスっていう方は結構野蛮な戦い方をする方、そしてアテナっていうのはね知恵の女神であるとともに戦略とか戦術に長けた人物で、実際に存在するアテネっていう都市を守った人物、まあね人間を守ってくれる方のいい神様として存在してるんで、多分ねこいつは軍神アレスっていうギリシャ神話の神様で、人間界に敵対する結構やばい強い神様である可能性が非常に高そうです。フォートナイトのマップ上でシーズン2ボスとして存在するんじゃないかと思います。さあ、そして2人目が最高神ゼウスですね。実はギリシャ神話においてまあ雷を操ってて、これがね多分神様たちが住むオリンポス山を表していると思うんで、その頂点に立つゼウスを表していると考えられます。最高神ゼウスなんですけど、ゼウスってねもうとにかくね人間をすぐ滅ぼそうとするんですよ。まあ、人間がねもうすぐ戦争ばっかりする、はいもうダメだこいつら滅ぼそうとかね、人間界にこのパンドラの箱をね持ってこさせたり、あと人間界に大洪水を起こさせて人類を滅ぼそうとしたりね、最高の神様でありながら我々に人間にとっては非常に悪い神様なんで、そう考えるともしかしたらフォートナイトの島を破壊しようとする可能性がありますので、やっぱりこれもね敵対する側、このパンドラの箱を開けて出てくる敵側の神様だと考えられます。さあ、そして3人目がね冥界の王ハデス。ギリシャ神話はね3つの世界に分かれていて、死んだ者たちの魂が住む冥界、そういう地獄みたいな世界があって、その王様が冥界の王ハデスっていう人がいるんですけど、まあ冥界の王様なんで敵側ってねなるんですけど、実はギリシャ神話においてまあこのハデスっていう人物は人間に対してねそんな悪さをしていないんですよね。結構ね秩序を保つ人物であって悪いことは悪い、いいことはいいっていうね、結構ね性格が真面目なやつなんですよ、ギリシャ神話において。だからね個人的にはこの敵側にいるっていうのは不思議でたまらないんですけど、みんなのねイメージとして冥界、地獄って言ったら敵っていうイメージがあるんで、それでね敵なのかもしれません。ただねこっちの動画でも話したんですけど、実はねこれアイスキングにめちゃくちゃ似てて、こっちの腕がプリズナー、そしてこいつがアイスキングに似てるっていうことは、チャプター1の世界ではアイスキングとプリズナーが戦っていて、実はプリズナーがめちゃくちゃ悪いやつ、アイスキングは世界を救おうとするめちゃくちゃいいやつだったんですよ。ということはもしかしたらこいつ最初は敵として出てくるけど、シーズン2の最後ら辺でいきなり人間たちをね救うっていう、そういうストーリーになってるんじゃないかと考察してます。だからこいつがね後で正義になったらタクマンすげえと思ってください。さあ、そしてこれがねちょっとこう鎖で見なくて申し訳ないんですけど、ここにちょっと狼の顔がもう一つあって、狼っていうか犬の顔が3つある。これ完全にケルベロスですよね。ケルベロスっていうのはこの冥界、この魂だけが住む冥界の門番なんですよ。死んだ人間が冥界に入るのは許すんだけど、死んでしまった人間の魂が冥界から出ようとして生き返るのを防ぐ役割、魂が外に出ないように守ってるね結構強い犬です。まあ強い犬なんだけど、実は蜂蜜ケーキを食べると夢中になって、蜂蜜ケーキをねこいつが食べてる間だけ魂が行き来できるとか、いい音楽を聴くとすぐ3人とも寝ちゃう。実はねケルベルスなんで頭が3つあるかっていうと、その3つの頭が交代に眠るから24時間常に起きてる状態、常に起きてる状態だから冥界の魂が外に出ることができない。まあこれワンピースでよく言われますよね。ワンピースに登場する黒ひげ、黒ひげはなぜか悪魔の実をね2つ以上自分の体に取り入れることができて、そしてね生まれてからこの方一度も寝たことがない、眠ったことがないので、そういう意味でこのケルベロス、黒ひげが食べた悪魔の実は幻獣種モデルケルベロスなんじゃないかみたいなね、そういう考察もあるんですけど、まあそのケルベロスですね。ということでこの4人は確実に敵側で出るんじゃないかと個人的には考察しています。さらにもう1人、ここにちょうど映ってるんですけど、これはポセイドンが持っているトライデントって言われる、まあ、三つ股の槍ですね。この武器を使って、まあ、ポセイドンはね、自由自在に大津波を起こしたり、海を割ったり、嵐を起こしたり、何でもできるんですけど、実はギリシャ神話において、天空を治めてるのがゼウス、そして冥界を治めてるのがハデス、そして海を治めてるのがポセイドンということで、この三人の神がね、ギリシャ神話において、まあ、世界を治めてる人物なんですけど、このポセイドンはね、もうギリシャ神話の神々の中で、ゼウスの次というか、まあ、ゼウスよりもしかしたら性格が悪い。まあ、性格が悪いっていう言い方
方はダメだね。気性が荒い、すぐ怒り狂って、もう大津波を起こしたり嵐を起こしたり、ギリシャ神話の英雄たちをね苦しめてきた人物なんですよ、ポセイドンっていうのは。まあそれ考えると、このポセイドンも悪側だと考えることができそうです。 OK。 そしてこのパンドラの箱の中央部、実はね時間経過とともにこんな風にね8個の星座がねいろいろ映し出されます。今回それを分かりやすいように8枚写真にして持ってきました。でね、ちょっと見てるとね、これさ明らかに雷のマークじゃん。多分ね、だからこれゼウスを表してるんですよ。でゼウスを表してるっていうことは、ここにもゼウスがいるんで、この8枚のね星座のうち4枚はパンドラの箱と一致してるはずなので、まずそれから見ていきましょうか。これがゼウス、そしてこれが狼っぽい顔なんで、これがケルベロスで、ハデスがね多分これなのかな、頭に角があったんで、これが多分冥界のハデス、そしてこのサソリの槍っぽいのを持ってるのが軍神アレスになるのかな。なのでこの 1,2,3,4 つはねそのままパンドラの箱と一致してるんで、これは一旦飛ばさせてもらいます。さあ、そしてこれ、こいつね見て、頭のさ髪の毛がさこうなんか2つに先端分かれててくねくねなってるじゃん。これはねギリシャ神話に登場するメデューサですね。ギリシャ神話にはねなんか蛇人間のゴルゴン三兄弟っていうのがいます。まあこれもねワンピースで女の島のところにいた三兄弟ですね。あの三人のモデルにもなってる人物なんですけど、頭の髪の毛が蛇になってて、こいつの目を見ると石化してしまうということで、こいつはメデューサですね。蛇人間のメデューサ。さあ、そしてこちらに映ってるのが弓矢ですね。まあ、弓矢に関係する神様はねアポロン、アルテミス、エロスとかね、まあまあ何人か多いんですけど、まあその中でも一番有名なのはやっぱりアポロンかな。そしてねこのアポロンっていう神様は太陽神であって、弓矢の名手であるとともに音楽に秀でてるハープがね上手な人なんですけど、ケルベロスのさロード画面のところにハープが映ってたんで、多分そのハープつながりでこれギリシャ神話の女神アポロンなんじゃないかと考えることができそうです。でこっちが、さっき説明したポセイドンですね。さあ、そしてこっちハートマーク、ハートなので恋愛関係だと思いますけど、ギリシャ神話においてね、まあ、恋愛に関する神といえばアフロディーテ、そしてエロスっていう神様、その二人のね女神がめちゃくちゃ有名です。まあその中でもどっちかというとアフロディーテの方がねオリンポス十二神に入ってたりして重要な人物なので、これは多分アフロディーテっていうね恋愛の神様なので、結構ねこのアフロディーテそしてアポロンに関してはめちゃくちゃね人間よりいい神様っていうか優しい神様系なので、多分このアフロディーテとアポロンは味方になるんじゃないかなと。この二人まで敵になるとフォートナイトの世界は終わります。でこっちがさっき言ったアレスですね。ということで8個のね星座があるんですよ。でバトルパススキンって基本的に8個あるんで、バトルパススキン7とコラボスキンがプラス1で合計8になるって考えると、このね8体がちょうどバトルパススキンになるんじゃないかなと考えてるんですけど、ルインドリールズに出てるオデッセイがバトルパスから外れるっていうことも考えづらいんで、どうなるんだろうね。この8人の中からもしかしたら1人ぐらいが抜けてフォートナイトクルーのスキンになるのか、途中のミニバトルパスみたいなのでもらえるのか、多分この8人の神様のうち6、7人はバトルパススキンになるんじゃないかと考えております。ということで今回このパンドラの箱に映っているいろんなね人物とか星座についてのその紹介と考察でした。シーズン2めちゃめちゃ面白そうになりそうですので、シーズン2が楽しみという方は高評価をして待っててください。あ、よかったらシーズン2が始まる前にアイテムショップからねクリエイターサポートもぜひよろしくお願いします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。